ということで今日もう一人続いてスペシャルゲストの方をお呼びしております。どうもこんばんは、皆さんご存知上松信夫さんです。上松です。こんばんは。信夫さんです。あそこから一周してここに来るだけでも息が切れてる俺たち。もうダメですね。もう年ですね。50ですよ。僕、まあ僕も似たようなもんですけどね。田中さんいくつになったの？48になります。ファイナルファンタジーの1作目とかって20代だったよね。ね、君らもすぐだぞ。この間さ、先週さ、本当に息切れてる。精密検査。ああ、はいはい。いやー、ダメだね。人間ドック行ってらっしゃる。そうね。尿酸値が高くてさ。ビール飲みすぎですよ。ビールだよね。運動もしないじゃん。ずっとなんか PC とキーボードの前でやってんじゃん。運動しないとね。そうですね。今回皆さんご存知のように、FF14 は全曲、上松信夫さんにやっていただいてます。お疲れ様で。ありがとうございます。僕ファイナルファンタジーって全曲やるのって1999年のファイナルファンタジー9以来ですよ。10年そんなになります。そうそう、あらら、あっちこっち行ってたから、その間、その10年間浮気者。いや戻ってきました。ありがとうございます。光栄でした。今回80曲近く全部やっていただいたんですけど、ね、そうだね。やってみてどうでしたかね。なんかやっぱしほら重いじゃん、ファイナルファンタジーって。タイトルでかいじゃないですか。はい、だからなんか いい加減にやりにくい仕事だよね。で、他の仕事いい加減にやってるわけじゃないんだけど。それはちょっと、ね、そういうんじゃないんだけど、全曲一人でやるっていうのも久々だったっていうのもあって、はい、結構気合い入ったな。去年、一昨年の暮れから始めたのかな。そうだよね。いや、もう僕らもね、聞いててワクワクテカテカしてますけど。非常にいい素晴らしい曲ばっかりで、ありがとうございます。今日はこれで終わりですか？打ち上げがあるっていうからビール飲みに。じゃあ飲みに行きますか、早速。なんかやってください。演奏しちゃうか。マジでやりましたね。今日はね、TBM を連れてきてます。お、 TBM ってあの TBM ですか？あの TBM ですよ。そうなんですか？うん、なんか一回休止とかいう話を。はあ。あ、そうですか。じゃあ TBM 伝説のバンドが始動するみたいですよ、ね、そういうことです。はい、じゃあいきますかね。よろしいですかね。はい、じゃあ伝説のバンドがいよいよ、今日ここで演奏していただけることになりました。TBM もっと喜んでくれよ。はい、じゃあ上松信夫さんに、お願いいたします。 TBM です、どうぞ。はい。